なぜ大西は今日レッスン服に半袖を選んできてしまったのか。寒い。お家ですか？違います、レッスンです。寒い、まあ、動いたらすぐ暑くなるからあれなんだけれどもさ。さあ、本番のテレビありがたいするのって、あ、ね、大丈夫かな。そうね、そうだよね、あれ59枚目のね、シングル発売すごい。え、なんかツイッター見ててさそう、ちょうど恩師今日さ、お仕事しててさ、収録そう、で、お昼過ぎとかに終わって、そう、他のメンバーとかとも一緒にいてんけどさ、その時えって、そうツイッターで待ってさ、そう、そうなの、ね、何時からやっけ、見れんのかな、何時からやったっけ、1時過ぎとかやったっけ、何時からやったっけあ、1時過ぎか、なんかギリお家ついてないような気もすんねんな、その時間どうなんだろう、わかんない、わかんないけどさこれ、この言葉知ってる、なんかし、わかんないけどさ、これ1週間ぐらいこのわかんないけどさって言ってた気がする、そんなに遅いのかって。そう、最近大西ね、いつも夜遅いんだ、そう、ドラマ AKB 風ってのだ、提案しますかってね、それ何、おいしいだぞそれ、それ何、マチャリンが話してた、それ歌をドラマ化するみたいなってね、ドラマ化したいドラマ化したい、もしあの曲いいと思う、あの曲、あの曲でドラマ作ってほしい、抱きしめちゃいけない、絶対かわいい、あとそばかすのキスとかもかわいい、うん、その辺ドラマ化してほしいな、メンバーも提案できるだし、そうなん、伝えといて、じゃあお主の代わりに伝えといてくれてもいいや、うん、そばかすのキスと抱きしめちゃいけない、でも抱きしめちゃいけないさ、もともとメンバー人気高いからさ、ストーリー性あるから、ん、あらすじを全部考えて提案するみたいよね、で、そのまんまやで、抱きしめちゃいけない、川沿いの土手の上を自転車を押しながら歩いてて、夕日が沈んでて、でも帰りたくないからゆっくり歩いて帰ってんね、そう
人一曲ストーリーを考えて提案、ツイッターで投票して決めるみたいな。ツイッター投票か、じゃあ無理だな。いやでも何の曲がなっても絶対面白いよね。あれは軽蔑していた愛情。AKB の中で軽蔑していた愛情大好きなんですよ。あれドラマ化したらどうなんねやろな。ね。軽蔑していた愛情。何の曲がいいの？その3つかな。あと何がある？考えたら無言になる。あれは花波を思いて静かに咲くのだろう。あれどういう歌詞やったっけ。語ることもなく風の中でそれまでの季節でうん、あれも好き。ごめんねって君を好きになっちゃって、ドゥイドゥイドゥイ、迷惑だったよねベイビーベイビーも。あれ歌詞の内容好き。気を使わないでドゥイドゥイドゥイ、うん、何の曲になるんだろうね、楽しみ。眠い。今とても眠い。朝早かったのって。朝はね別にそんな早くないんですよ。8時起きとか最近は8時9時なんですけど、夜が遅くてね。眠いの。うん、昨日寝たの4時だったのに眠い。うん、ちちちちちち、眠いね。でもちょっとこの後ねレッスンまで時間があるので30分ぐらい寝れるじゃないかな。ちょっと30分ぐらい仮眠してからリハーサルする。ゆっくり休んでてありがとう。ご飯パパッと食べて仮眠するわ。タンもらってきたけど
朝の現場でそれがねまだあるからね。パン食べるんだ。今日いつもより若く見えるって。前髪ちゃう？前髪今浮いてるから多分。切ってはないって。あ、海カノの日に切ったかな。海カノ JK っていうか前髪伸ばしててんけどさ、おにし。でも海カノが、海カノのビジュアルがさ前髪合っちゃってさダメだと思って、そう海カノやってる前に切ったかな。うん、そうなのよ。うーお腹すいた、うん、眠いね眠いしか言ってない。眠いね。パンだけで足りるんかしら。でもここ来る途中にあれ食べた、たい焼き。そうお腹すいちゃって、たい焼きの匂いにつられてたい焼きを買ってしまったよ。本日はお今のやつ。そうう食事も睡眠も頑張ってね。頑張るわとりあえず明日明後日がまたバタバタが激しいからいい。わ、寒いけど抹茶ソフトクリーム食べましたっていいな。上西もさアイス食べたいと思ってたの。そうアイス食べたいと思ってて、でも多分レッスン場にあったのよ、まあ、差し入れでいただいて、それ食べようって思っててんけど、たい焼き食べちゃったからやめようと思ってやめたの嘘、えらいやめたんです。あったかいお茶にしとこうと思って、そうあったかいお茶にした。そう、うん、何のアイスが一番好きって、チョコと抹茶。コンビニとかで買うならチョコとか抹茶とか買う。でもなんかさジェラート屋さんみたいなあるじゃん、あれはねほうじ茶と抹茶とかそう前ネモハモルーマーのね MV 撮影の時ジェラート屋さん行って、そうほうじ茶アイスと抹茶アイスを食べて、そうジェラートめっちゃ美味しかった。そう、ほうじ茶いまいちって言ってなかったって。ほうじ茶ラテは好きじゃない嘘、ほうじ茶ラテは美味しくない、美味しくなくない、いや美味しいとは思うんですけど、お店はあんま合わなくてそう、ジョンシャーは苦手なんですよね。でもほうじ茶アイスは好きだし、ほうじ茶そのものも好き。ほうじ茶ラテだけがあんまり好きじゃないんですよね。ちょっと苦手なんで。でそう。ラテがダメなんかなって。
なんやろね、なんかちょっと苦手なんですよね。ミルク入ってくると嫌なんて、いやそういうわけでもないのよ。なんかさ、それこそさ、タピオカがすごい流行ってた時期にさ、そうタピオカ屋さん行って、お店はタピオカよりあの戦争ゼリーっていうね、タピオカの代わりにゼリーを入れて飲んでたんですよ。でその時大体頼んでたのがなんかウーロン茶ミルクティーみたいなっていうのが美味しくて、それからその飲み物をよく飲んでたんですけど、そうだから別にそのお茶系にミルクが入ってるから美味しくないってわけじゃなくて、なんかほうじ茶ラテだけちょっとなんか苦手なんですよね。そう、そうなんですよ。懐かしいよね。何ゼリーって？戦争ゼリー。そう、知ってるかい？戦争ゼリー。そう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 、この感じこの感じ。今みんなが書いてくれてる。そう、この戦争ゼリー。そう。そう、苦いの？苦くない、普通にゼリー。なんかタピオカってさ、ちょっと噛まなあかんやん、顎疲れるやんあれってだからそう、戦争ゼリーは普通にすぐ飲み込めるからそう、楽で美味しくてよく飲んでました。そう、美味しいよ、今度よかったら飲んでみて。そう、まだタピオカとは全く違うあれなんですよね。そう、うん、眠いね。何分までするのってね、半とかまでにする？ちょっとお店の充電もあれなので、あと8分かな、半までやります。寝てもいいんだよ、寝ていいでって優しいなみんなありがとう、いいやつかよみんな、なんだよ、いいやつかよありがとう、本当に。半までやったら終わってご飯食べてちょっと寝るわ。うん。まだ月曜日だから無理しない方がいいよって。そっか、月曜日なの今日。月曜日は無理にしない方がいい？スタートダッシュに張り切りすぎてもあれ？そっか、今日月曜やもんな。せやで、月曜やから頑張りすぎやん方がいいで、みんな。実は明後日は祝日なんやでて。明後日って何日？ 23？王様の誕生日あ、天皇様の誕生日なのね。なんで星になっちゃうのいいのそれ、星になってなんでう
そっか。うん、そっか。23か、23か、おめでとうございますだね。ちなみに大西のママ明日誕生日やで。そう、そう、ママの誕生日2月22日。ママの誕生日ということは、元チームメイト青森県代表の横山由依ちゃんも誕生日です。さあ、2が多めですねって、そう、あ、ほんまや、2022年の2月22日やて、2やん、全部すごっ。年の誕生日はじゃあちょっと特別だね。2がいっぱいってね、ママの一番好きな数字2やで。にゃんにゃんにゃんで猫の日だよってねえ、猫の日、猫に合わせてくれ、おにしも猫に会いたい、とっても会いたい、久しぶりに帰りたいなーなら、でもね、この間でも言うて9月に帰ったもんね、帰ったっていうかお仕事したいんだけどさ、まだで、そう、それの去年2回帰ったんですよ、どっかで9月と11月みたいな、なんかどっちもお仕事で帰ってんけど、そう、前乗りした日に、そう、これあんま場所言わん方がいいかな、あの、お店行ったのよ。そう、ほんだらね、高校の時の同級生の子とさ会ってさ、久しぶりに、そう、めちゃめちゃ懐かしい気分になった。そう、おーって、そう、なんかさ、やっぱ同級生の子とかとさ会うとさ、あ、なんかテンション上がるね。うん、地元あるあるかなって、どう、地元あるある、おーってなる、おーってなるか、ずっと地元にいててもおーってなりそう、大西、ねえ、さっき地元の友達と散歩行ってきてて、いいなぁ、寒ない？今いいなぁと思ったけど、大西、今の時期散歩？寒ない？大西、家で極力過ごしたいよね、今日寒いよね、めっちゃ。お昼はあったかかったけど、
やっぱ夜は寒いんだよね。いやいいね、やっぱり朝10分のお知らせありがとう。やっぱりさ、そういう何気ない日々のさ、そういうのがね、ほんといいんだよね。なんか思った、大西も。あ、いてててててて、なんかさ、人生のさ、その何気ないさことだったりさ、瞬間だったりさ、時間がさ、一生の宝物っていうさ、なんかそういうのをよく聞くじゃない。なるほどねって思うね。いや、ほんとそうなのよ。今のこの現状がさ、ずっと続けばいいなって本当に思うんだよな。ねえ、本当に。なんか昨日と一昨日海かの朗読劇やってたから、なんかなおさら思うんやろうけどさ、マジもう今のままでずっといたい。いや、もっとさ、それこそマスクを外せるさ時代になってほしいとかさ、そういうのはもちろんあるけどさ、でもなんかね、ほんと人生なんて何があるかほんと分かんないんだからねっていうねじゃあご飯食べて寝るわって言おうと思ったけど、すごい幽霊に関して幽霊信じるか。幽霊信じてるもん西はうん、じゃあ幽霊信じてる。ありがとう、質問してくれてありがとう、はい、じゃあじゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思いますではいきますよ、いきます。1位ケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位が MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が、カエラさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がカホアットマークニコニコニコさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がカメさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がツバッサーさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位が RTO アットマーク大西郡マリアさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がゆうなみねぎすけさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位が、京丹マリリスト大西さん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がおやちゃん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございました。これタワー立ってるもんね、ありがとう。あ、ほんまにこれタワーなんや。これ何立ってんやろうと思ってた、よくよく見たらタワーが凝ってるのね何やろなって思って。1位の方かな、何これ、氷漬けの
氷漬けのギフトが今は多いんだね。なんか、あ、1位の方でありがとう。バラも凍ってる。なんで？ 寒いから？よし。じゃあ、1位の方か。よし、じゃあ読みます。ケージアットマークウミカのももフォーエバーさん、ケージさん、ケージさん、ケージさん、タワーありがとうございます。ありがとう。 氷つけバージョン、ありがとう。 イエイ、ありがとうございます。一瞬氷付けタワー言おうと思ったけど、氷付けタワーってなんだ。 ありがとう、本当に皆さん、ハートも凍ってるものもありがとう。 眠いね。よし、ご飯食べてくるわ。よし。 眠いとさ、あれなんだよね、動きがスローモーションになっちゃうんだよ。一旦ご飯食べてくるわ、先に。じゃあ、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。バイバイ。 レッスン頑張ってきます。じゃあねー、バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。